ゆうてん TV をご覧の皆さん、どうも。お隔離と同時に激しい朝が始まるぐらい俺はフェニックスだから、ゆうてん T でございますってことでね、もう完全に起きた瞬間から始めたくなっちゃうのがこのゆうてん T 流だよねっていう話だからね。まあただそんなフェニックスぶりを見せつけたとしても、今までほとんど女の子に歓迎された覚えはないよねっていう話だよね。多分男にとっては朝は生理的現象もあるのかもしれないんだけど、基本的に所要時間も長く持つよねっていう話だし、何よりも鋼鉄のように硬いよねっていう話だから、そういう条件面ではいいのかもしれないんだけど、ただ女の子的には朝は準備が整わないよねっていう話だから、そこがどうしてもミスマッチになりがちだよねっていう話だよね。朝っぱらから何の話をしてるんだてめえはっていう声があちこちから聞こえてきそうなんだけど、まあ今回ね、このゆうてん TV を通してね、まあてめえたちにね伝えたいのが、いよいよね年明け早々に大炎上しちゃってたエミリンがようやく1ヶ月の沈黙を破って復活を宣言したということでね、もう記念にこのゆうてん TV を撮るしかないよねっていう話だよね。まず最初に今回の復活に関してエミリンに俺から一言言いたいのが、復活おめでとうございますと。そして勇気ある決断を称えたいよねっていう話だよね。まあ今このゆうてん TV を撮ってるのは完全に深夜だよねっていう話だから、祝杯のタピオカを買うことはできなかったよねっていう話だから、完全に水で勘弁してくれよっていう話なんだけど、もう過去の炎上が何であれそれを踏まえて復活するって本人が決めたことだから、俺は純粋に勇気ある再スタートをお祝いしたいよねっていう話だよね。本題に入る前に、今俺が住んでるマレーシアって人口の半分弱ぐらいは中国人だよねっていう話だから、新年のイベントといえば日本みたいに1月1日の元日じゃなくて2月上旬の旧正月を祝うよねっていう話なんだけど、それもあって今例えば日本でいうアマゾンだったり楽天みたいな通販サイトではどこもかしこも旧正月セール一色なんだよね。そしてもちろん買い物好きであるこの U20 も当然このタイミングを待ってましたと言わんばかりに、もう連日連夜購入ボタンを何回押したか分かんないよねっていうぐらいいろんなものを買いまくってるよねっていう話なんだけど、まあその中でも2月の2日に注文してまさかの翌日に届いちゃったよねっていう、そんなフライング気味で届いたとんでもないものが一体何なのかっていうのをてめえたちに特別に見せてやるとすると、まあこの iPhone 12 Pro Max だよね。まあこれはね、結構買うまで迷いに迷いまくってたよねっていう話なんだけど、まあ実際このU20TV を撮ってるスマホがもう購入してから2年弱経つよねっていう話だから、そろそろ買い替えないといつ壊れてもおかしくないよねっていう話だからね、とある中国メーカーのめちゃくちゃカメラがいいスマホと迷ってはいたんだけど、ただ俺って今年日本に帰るわけじゃん。だったらそれを考えた時にそのメーカーって日本にまだ進出してないよねっていう話だから、万が一そのスマホ壊れたら終わりじゃんと、もうそれに気づいちゃったから完全に iPhone しか選択肢がなかったよねっていう話だし、まあどのみち Pro Max のカメラ性能もめちゃくちゃ優秀で最後の最後まで超絶迷ってたよねっていう話だから、 Apple だからちょっとしか割引はないんだけど、まあ少し安く買えてよかったよねっていう話だよね。でちなみにこの iPhone なんだけど、日本に住んでるてめえたちは当然のごとくモバイル Suica とかを iPhone に入れて使ってるわけじゃん。だから完全に早漏気味のこの U20 は何を血迷ったのか、もうとっくにモバイル Suica 登録しちゃったよねっていう話だよね。そうだから日本に帰る具体的な日付すら決まってないのにてめえ何フライングしてるんだっていう話なんだけど、ただ実に4年ぶりに iPhone を手にしたからには早く改札でこの iPhone をかざしてどやりたいよねっていう話だし、その一心でフライングチャージしちゃったよねっていう話だよね。ちなみにこの iPhone 12 Pro Max の気になるお値段なんだけど、これ多分日本よりも若干高いとは思うんだけど、 256GB でちょうど割引が効いて5630リンギットだよねっていう話だから、日本円にして14万円ぐらいだよね。まあ今後はこの U20TV もこの iPhone で撮っていくよねっていう話だから、編集は前々から Mac でやってるからデータの転送とかがこれから断然しやすくなるよねっていう話だから、もう早く切り替えたくて仕方ないよねっていう話だよね。さあそしてようやく本題に入ったねっていう話なんだけど、エミリンは年始早々あやなんとコラボした動画でモノモース系 YouTuber をディスってそれがブーメランになったりとか、他にも昔と今で言ってることが全然コロコロ変わってるだったり、あとは去年の動画で匂わせをした T 君
が既婚者っていうことに対してなぜかそれだけに関して中途半端に謝罪動画を出すと、まあそういういろんな原因が積み重なって年始早々めちゃくちゃ炎上してたよねっていう話なんだけど、それを受けてか謝罪動画を出してからというもののもうピタリと動画の更新が止まって今まで沈黙を貫いてきてたわけなんだよね。まあその理由として活動休止中からこの推力をめちゃくちゃ働かせてた江戸川20としてはおそらくこんな1ヶ月も動画を更新しなかった理由として、例えば前の謝罪動画のコメント欄とかも超絶治安が悪くなってなおかつ誹謗中傷のコメントで溢れまくってたよねっていう話だから、それを苦に精神を病んじゃってたのか、エミリンの復活動画を見て俺が思ったのは完全にエミリン痩せすぎじゃねっていう話だよね。だしそれって例えばちゃんと健康的に食事を考えたり運動をしたりして痩せたような雰囲気じゃなくて精神的に病んでたのが原因と言わざるを得ないようなあまりにも不健康な痩せ方をしてるようにしか見えなかったんだよね。だし痩せた以外にもその動画を見てて以前と比べてもかなり覇気がないようにも感じるし、実際炎上してそこについた誹謗中傷のコメントを真に受けてたのかもしれないんだけど、まあ相当心が折れてたんじゃないかなっていうのは思ったよね。そしてその直後に連続でアップされたゴミ屋敷になった自宅を大掃除するとまあそういう動画が上げられたわけなんだけど、その動画を見ても本当に思うのがこの沈黙の1ヶ月間の間ガチでエミリンは相当すさんだ生活をしてたんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だしその2本の動画を見ててもまだおそらくエミリンってメンタル的に完全には回復してないとは思うんだよね。だから本当に俺的に思うのはくれぐれも一番重要視してほしいのは心のケアだからっていう話だよね。まあもちろん YouTuber としての活動と並行しながらカウンセリングに行くなりして心のケアは当然できるよねっていう話だから、心の健康っていうのを最重要視しながら今後は頑張ってもらいたいよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回はねエミリンが1ヶ月の沈黙を破ってついに復活したということでね、まあ記念にこの UTNTV 撮ってるよねっていう話なんだけど、まあ俺も先日エミリンのすごく中途半端な謝罪動画に対して物を申させてもらったよねっていう話なんだけど、もう他の炎上のことには触れずに今回復活を宣言したわけだから、これで例えばがっかりしたりもうエミリンは応援したくなくなったと、まあそういうファンは離れていっても仕方ないのかなとは思うし、逆に復活を待ちわびてたファンの子たちはこれからも変わらず応援していけばいいと思うんだよね。ただこれだけはまずてめえたちやめとけよって思うのは、ずっと本人に粘着して例えば誹謗中傷のコメントとかをまだこの後に及んで書き続けることだよね。そんなことしても実際マジで何の意味もないよねっていう話だし、それが原因でエミリンは精神的にかなりヤバい状態まで追い込まれたのかなとは思うんだけど、本当にこういうのって一歩間違えたら最悪の事態になりかねないよねっていう話だし、今回復活宣言をしたことで本人がどういう方針なのかっていうのはもう分かったわけじゃん。だから必要にこれ以上エミリンを叩くのはもう完全に間違いだとしか思えないよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあちょっと病み上がりなエミリンが心配ではあるよねっていう話なんだけど、まあ今後の活動にも注目していきたいよねっていう話だし、2021年は本当にいろんなところで香ばしい事件起きすぎだろっていう話だからねまあそういう香ばしい匂いを嗅ぎつけた時にはこの匂いフェチで嗅覚が異常に優れてる U20 が全裸ダイブしちゃうよねっていう話だからね、また次回の U20TV も楽しみにしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 on the my way